お前だな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで寝よっか。いきなりの睡眠。こうして監獄島に連れてこられた5日目の夜が過ぎた。地下道、焼却場、鍵、壊せない壁、脱獄にはまだまだ準備が必要のようだ。鍵は一体どこにあるんかな。無事監獄島から抜け出し、ルルたちが待つ空っぽ島に帰れるだろうか。びっくりした、空っぽ島に帰ったんかと思った。ナレーションベースでさすがにそこは自分で動かすか。さあ目覚めたよ。起きろ囚人ども、朝の点呼の時間だ。これはやっぱりいつも通り行くんすかね。貴様ら一体何をした、何をしたんだ。監視長たる悪魔神官様が烈火のごとくお怒りだ。貴様らまさかよからぬことをしたのでは。何何何でバレたの。話は監視長様から聞け。さあまず朝の点呼に向かうんだ。え、何、怖いんだけど。めっちゃ怖いんだけど。バレたってことっすかね。ん、ここなんかある。何これ何これ。え、あーびっくりした。あ、そっかそっか、この場所か。はるか遠くを目指しとった私。囚人ども、貴様らとんでもないことをしてくれたな。日頃の恩を忘れ、貴様ら俺の顔に泥を塗ったのだ。絶対に絶対に許さん。何、さあ駆け足で畑にいる監視長様のところへ向かえ。畑、畑で何か起こったってこと。6207番、6208番、貴様らいい加減にしろよ。どうして毎日ワンテンポ遅れるんだ。さあさあ貴様らも畑に向かえ。知らんよ、呼び止めたのはそっちだ。でもここで何かしらあったってことなんじゃないかと。あ、もうキャベツできとるやん。遅いぞ6207番、6208番、貴様ら待ちだ。さあ全員私の元へ集まれ。なんだなんだなんだ、全員揃ったな。私は残念だ。昨日の夜この房内でよからぬことをした者がいる。あー怖いー。マジで、昨日の夜中この3号房の奥である本が発見された。更生中の貴様らを惑わす危険な本だ。え、何、どういうこと。心当たりがある者はいないか。名乗り出れば他の者は許してやろう。名乗り出なければ全員懲罰房行きだ。え、懲罰房ね。えさあ誰だこのエッチな本を隠していた者は。まあ男だろうな。お、名乗り出ない気か。そこまでして懲罰房に行ってまで読みたい。まあいい、少し考える時間をやろう。それぞれ好きに時間を使ってよい。正直に名乗り出て許しを請うか、あくまで隠すか、よく考えるのだ。てかどうやって持ち込んだん。やれやれ、ただでさえやる気がなくなっているところに勘弁してくれよな。ってことは君ではないのね。エッチな本なんて、お、俺は知らねえ。それ断じて知らねえぞ。お前だな。犯人はお前だな。監視長が怒ってやがった原因、お前のことじゃなくてよかったな。ほんとそれ。ところでアイナ、エッチな本っていうのは何なんだ。そんなにヤバい本なのか。指導、君は純粋だな。まあいい。それで、昨日の夜は何をしていたんだ。あのスライムに何か聞けたのか。ん、ここには監視もいるし話しにくいか。それもそうだな。じゃあ俺についてこい、あっちで話そうぜ。自由だな、なんか。え、どこ行くの。もしかしてあのベンチのとこ。だって自由時間がさ、いつまであるんかもわからんのにね。まったく、若いもんはどうしようもないもんさね。正直に名乗り出てほしいもんだ。だって全員懲罰房に行くってことやろ。めっちゃ迷惑やん。え、待って、よし、ここなら監視とも気にせず話せるぜ。あんたたちどうしてよりにもよって私の定位置の近くで。定位置。それで昨日の夜は何があったんだ。おお、そうか、船長の野郎生きてやがったんだな。安心したぜ。脱獄王のメモに牢屋の下の地下道、それに焼却場か。お前ずるいぞ、一人で勝手に面白そうなことしやがって。どうしても行かなきゃダメですか。焼却場なんて死体だらけのところに。なに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 、何の話。カッカッカ、もちろんだ。焼却場の掃除は自由時間に優先する。さあ早く行け、自分の舌で舐められるまで磨き上げてこい。
そんなのもう自由時間じゃないと思います。焼却場って昨日お前がいたところだよな。話を聞いてみようぜ。焼却場か。何か気になっとん？君たち焼却場に興味があるのかい？だったらちょうどいい。僕の代わりに掃除にいてくれないか？代わりとかいいもんなん？いいけど別に。ああ、助かった。あんな死体だらけのところ、できれば行きたくない。ほう、6207番、6208番。貴様らが焼却場の掃除に行くんだな。いい度胸だ。私らね、なんかこんな感じやのに、脱走しようとするとか思わんの？何？焼却場には鍵がかかっている。今のままじゃ中に入れないだと？だったらしょうがない。掃除はなしだ。なんて言うと思うか？焼却場の前にいる監視に言えば鍵を渡してくれるだろう。そいつら扉を開けて中を掃除してこい。というか、なぜ焼却場に鍵がかかっていることを知っているのかっていうことを疑問に思わないのかね。焼却場はここを出て北へまっすぐだ。さっさと行け。ここから出て北へまっすぐ。焼却場はこの先だ。はいはい。オッケー。焼却場の近くは何？まったく焼却場の近くは匂いがえげつない。さっさと掃除してこい。うるせえわ、お前らがやれよ。これかい？こんなところから行けるんやね。6207番、6208番。何を勝手に行動している？死にたいのか？違うわ。もう、貴様らが焼却場の掃除担当になったのか。いい心がけだな。人間どもは死体が嫌いでな。泣き言ばかり言って扱いが面倒だ。貴様らは一生焼却場の掃除担当だな。でも人間どもってか、さっき別の監視も、匂いがきついって言ったよね。人間に限らんのじゃない？その鍵で扉を開けて中に入れ。そして看板の奥にある天国の炉の中の骨を全て拾ってくるんだ。おかしな真似はするなよ。ここからしっかり下を見張っている。掃除を終えたら報告に来い。どこから入るのこれ。あ、ここ？なるほど。お、鍵が開いたな。ここがお前の親から繋がってる場所ってわけだ。前はここが開けられなかったんだよな。だったらここの鍵を開けたままにしておこうぜ。これでお前の牢屋からここの扉を開けて外に出られるぞ。6207番、6208番、何をしている？早く掃除に行かんか。ちっ、仕方ない。ひとまず中の掃除を終わらせようぜ。まあね。まあ、脱出はまた夜中っていうことになるんかな？ここが焼却場か。死体と骨だらけでなかなか面白い場所だ。面白いって。確か監視のやつは看板の奥の天国の炉の中にある骨を全て拾ってこいって言ってたよな。よし、やることをやったらさっさと戻ろうぜ。骨を全て拾うと。これなんか落ちたりする？うっ、びっくりした。燃えるのね。ああ、燃える上にその場所に落ちるっていう。ちょ待って、そこの骨が欲しいんだけど。あれ、骨どこ行った？拾った？拾ったのか。じゃ指導もさ、あ、何、宝箱あるやん。あ、そっか、これ取れんって言ったやつ。私やった。なんなのこの中で。死体を焼きたいのか復活させたいのか。あと一つ。ああ痛い。いやめっ、いや、何、どういうタイミングで燃えてるのこれ。痛いよ。よし、これで掃除は終わったな。監視の野郎に報告に戻ろうぜ。よいしょ。チッ、炉とか言うだけあって体が焦げるかと思ったぜ。それにしても趣味が悪いな。人間を魔物にするなんて。これもハーゴンの趣味なのか。これなんか持ってても仕方ない。その辺に置いとけよ。よし、上に戻って監視の野郎に報告しようぜ。なんでわざわざ捨てさせた？別にいいやん。何かに使えるかもしれんやん。あいな、お前の牢へ繋がる外への扉は開けられた。だが、牢から出ても島から出られるわけじゃない。これからどうする？そうか、このルートを使って外に出て、地下道の壁を掘る方法を探すか。ち、お前のハンマーがあれば壁ぐらい簡単に壊せるのにな。6207番、6208番、何を無駄話している。見張っていると言っただろう。
掃除を終えずなら戻ってこい。グズグズしていると懲罰棒に叩き込むぞ。結局懲罰棒行きはどうなったんかな。名乗り出るんかな。多分あのどっちかやと思うんやけど。てか怪しすぎるやろ。普通に脱獄の話し合いしよると思わんのかな。遅いぞ。6207番6208番、やっと天国の炉の掃除が終わったんだな。6207番6208番、俺は貴様らのことが気に食わん。囚人ってやつはもっと死んだ目で作業に当たるもの。その点貴様らは囚人の自覚が足りんのだ。まあいつか適当に理由をつけて懲罰棒にぶち込んでやる。けっけっけ、貴様らは早く懲罰棒にいる大木槌に合わせてやりたいものだ。大木槌がおるんや懲罰棒。それになんかお仕置きされるってこと。懲罰棒の大木槌か。噂には聞くが、どんなやつなんだろうな。大木槌か。どうした。6207番6208番、掃除は終わったんだ。早くいつもの畑に戻れ。うるさいな。ほんと人使いの荒い。さーて決着はつきましたかね。あれモンバー、何みんなどうした。何してんの。ん、なんだか囚人どもの様子が変だぜ。おい貴様ら何があった。私の慈悲にもかかわらず例のあの本を隠していた犯人がとうとう名乗り出なかったのだ。とてもとても残念だが、これでここにいる全員が懲罰棒送りということになる。待て、そのエッチな本とやらを持ち込んだのは俺たちだ。お、貴様らがあのエッチな本を。6208番、貴様まさか囚人どもをかばうつもりか。いいだろう。では6207番6208番、貴様ら二人は懲罰棒送りだ。あ、じゃああれ別にあっこでしばかれたとかいうわけじゃなくってショックで倒れたってことかな。自分以外の誰かをかばう、最も憎むべき愚かな行為だ。持ち物は全て没収。貴様らには国長様直々の特別な構成を受けてもらう。落とせ。何を落とすの。あたしらを落とすってこと。ちっ、あいつら手荒なことしやがって。大丈夫かいな。ここは一体。でもそこに武器になりそうなものがあるよ。お、大木槌か。これは。違う、全然。くほはははは。さあ、お仕置きの時間だ。こいつが獄長か。ふはは。死にたくなければ空いている牢を探せ。牢を探して死ぬ気で駆けずり回るがいい。え、空いてる牢を探せってどういうこと。空いてない。空いてる牢とはこれ。鍵が合わない。ちょ待って、痛い。あれ、こっから先には上がれんってこと。ちょ待って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 、もう扉。ふう、入れた。おお、6207番6208番、そんなに牢に入りたかったのか。ふはっはっは。違うよ。ではそこが貴様らの寝床だ。光のない懲罰棒でいつもの牢がいかん天国だったか知るがいい。あー、閉められた。ち、あいつら俺たちを見せ物にして遊んでやがったな。てか大木槌ってさっきのめっちゃ小さくなかった。あれ。どうして本を持ち込んだのが自分たちだって嘘をついたのか。だってここに用があったんだ。まあひとまず出られる時を待とうで。あー、そっか、回復するものもないんか。何これ、罠やない。何をどうすればいいの。気持ち悪い場所だが妙に落ち着く。何かいい夢が見られるかもしれないぜ。見られない見られない。ほら骨沈んどるし。てか何、寝れるのこれ。壊せるよ。お、なに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 。ん、なんだこの声は。誰、どこ。ふはは、今のは大木槌のうめき声。理性なく全部壊す恐ろしい大木槌だ。大木槌の恐怖に震えながらしばらくそこで反省することだな。仕方ない、やることもないんだ。とにかく寝るとしようぜ。ぐっすり眠ればいい脱獄の作戦が思いつくかもしれない。それに気持ち悪い場所だが妙に落ち着く。案外いい目が見られるかもしれないぜ。その後指導と二人、互いの顔も見えない暗闇で長い時を過ごした。
そして二人はいつしか深い眠りに落ちた。マジでそんなに暗いん？ハーゴン様。ハーゴン？暗い闇の中に声が聞こえる。これは夢を見ているんだろうか。ハーゴン様。我らが主、大神官ハーゴン様。憎きビルダーが各地で物作りに手を染めております。これはハーゴン視点。しかし一方で世界の島々が壊れ消えていっている。我らには時間がないのではありませんか。破壊神様はいつお目覚めになるのです。いつ我らを救済してくださるんです。ハーゴン様、我らの祈りが届いていますか。どうかどうかお答えください。何も言わん。え、おらんやん。我らは約束の地で破壊神様とハーゴン様をお待ちします。ハーゴンもおらんの。ハーゴン様、どうかお早くお姿をお見せください。普通にハーゴン視点ではなかったということか。今の夢？この幻の滅びの日の前に。そしてのんきな音楽ね、いつも通りの。これ寝返り打った途端にアウトじゃない？やば。なんだ今のは、夢か。幻？滅びの日？なぜ俺があんな夢を。だが、夢にして妙に。6207番、6208番。おい、監視がお呼びだぜ。起きろやえな。何それ、ユラシオン。可愛いんやけど動きが。疲れ取れてる？大丈夫かいな。ここに寝られてどのくらい経ったんだ？知らんがな。カッカッカ、そろそろいいだろう。6207番、6208番。外に出てくるがいい。何かが起こりそうな感じするけど大丈夫？よしてしてし。とりあえず持ち物。君か。カッカッカ、どうだった？懲罰房の夜は楽しかったか？別に寝てました。毒々しくて悪くなかったぜ。もう少し痛かったくらいだ。カッカッカ、強がるな。昨日はあんなにうらされていたではないか。おっと、そうだ。懲罰房の凶暴な大傷ってのはどこにいる？やっぱあれなんや。カッカッカ、そこの牢屋の中だ。興味があるなら先輩に挨拶してこい。自分たちがああならないようにな。カッカッカ。どういうこと？自分たちがああならないようにとは。ほう、こいつが噂の大きいでしたな。ずいぶん反抗的な目だ。いや別に、クリクリした可愛らしい目をしているけれど。ガルル、ガルルルル。え、もしかして周りのは人が殺されているの？何にも破壊できてないやん。ガル、ガル、ガル。やつらの話通り、凶暴な大きい奴だな。まともに話が通じないらしい。カッカッカ、6207番、6208番。下手に手を出すんじゃないぞ。そいつは少しでも気に触ると、何でもぶっ壊しちまいやがる。まったく、おとなしくハーゴン教団に入れば、すぐに活躍できるってのに、バカな奴だ。あ、ハーゴン教団には入ってないんや。あゆな、あれだ。あの大きい奴だ。いや、大きい奴っていうのは、そこにいる大きい奴のことじゃない。大きい奴の大きい奴のことだ。あいつが持ってる大きい奴を奪えれば、お前の力で地下道を掘れるだろう。ふん、どうやって取り上げるの？何？奪うのはかわいそうだ。仲間にしようだと？ちっ、お前ならそう言うと思ってたぜ。ばあさんがくれた魔物の餌を使えば、仲間にはできるかもしれない。だが、こいつの牢にも鍵がかかってるんだ。簡単に連れ出せるとも思えないぜ。そして、すぐ後ろに見張りがいるからね。おい、6207番、6208番。いつまでそこにいる？まだ懲罰房で過ごしたいのか？ち、今は行くしかないか。とにかく、大キルチの居場所は分かった。後で改めて作戦を狙おうぜ。鍵があれば、あ、そっか、鍵取られたんか。てか、あの鍵じゃないんか。無駄にうろつくんじゃない。でもさ、あれよね。懲罰房の入り口んとこ常になんか監視が立っとるけん。これんやんね。かかか、遅かったじゃないか。先輩に挨拶はできたか？あ、これ言ってきた監視とあの監視は別なん。見た目で判断つかんけんわからんねえけど。荷物は返してやる。
今日から新たな構成の始まりだ。さあ、懲罰房から出ていつもの畑に行け。持ち物を返してもらった。返してくれるんやね、優しい。ほいということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。